はいどうも一般人ですというですね、今回はね、またトラブりました。この車ね、車検行こうと思ったんですよ。このローダーに乗っけて、そしてね、なんとね、エンジンかかんなかったんですよね。最後にうちの親父が使ったんで、バッテリー上がってそうってことで、うちの親父ね、一応文句を言ってたんですね。なんかつけっぱなしにしたんじゃねえかみたいな。それでもね、なんかおかしいんですよね。でちょっとね、バッテリーの方を見たらね、大変なことになっておりました。見てみましょう。はい、なんとですね、こんな感じでバッテリーの側面がもう割れてね、ポロポロ追っかけてきてるという大変な状態でございます。これでね、バッテリー液がなくなって、それでね、バッテリーがダメになってエンジンがかかんなくなってるんです。さらにね、ここの側面、なんとこう触ると簡単に追っかけるという、これはやばいでしょ。このこんなにパキパキ手で折れるような強度に、ね、なっちゃうみたいです。なんだろうね、これね、紫外線に当たってるとか当たってないとか、そういう感じなのか何なのか分かんないですが、やっぱこっちもなんかやばい感じになってるもんね。というわけでね、まさかのね、こんなところがダメになるっていう話でございます。皆さんもね、バッテリーあんまり長く使ってるとこういう感じになるようです。気をつけていきましょう。また会いましょう。バイバイ。あんまこれね、見たことないね、うちでもこの現象は。ちなみにバッテリーの中こんな風になってるんだね。あれがいっぱいあるね、セルが、鉛の板がね、仕込んであります。なんでこうなったんだろうね。日陰なんだけどね、こっち側はいつも止めてるところは不良品かな、これ。なんでかわからないが、皆さんも気をつけてください。また会いましょう。バイバイ。マジか、車検行けないっす。来週だね、もう車検は。バッテリーはね、注文しました。結構高いみたい。はい、一応ね、外して今ね、バッテリーの方を交換しました。でこれね、紫外線に当たってない裏側、こっち側がね、どうかっていうのをちょっと見てみたいと思います。こっち側はまだ強度がね、あるみたいなんですよね。か押しても折れないし、やっぱね、紫外線でダメになったようですね。結構ね、カバーとかをつけた方がね、いいかもしれない。ただね、今回は新しく交換したバッテリーはこのね、色が黒くなってんだよね。見ての通り。もしかするとこの辺りがね、そういうクレームがあって改良されて、こういうね、紫外線に強い素材になったのかもしれません。ただこれもね、あと何年かしないと結果が分かんないんで、とりあえずね、一応カバーだけはこうなんかね、保温シートみたいな、アルミじゃなくて、なんていうの、カバー、紫外線が当たんないね、紫外線を反射するようなカバーをね、つけておこうかと思います。皆さんもね、特にトラックとかは外にね、あらわになっていることが多いんで、日向とかに置いてある車のバッテリーはね、気をつけた方がいいかもしれません。じゃあ皆さんも紫外線にはご注意ください。また会いましょう。バイバイ。